それでは本日は第63回カルテの読み方実践、潰瘍性大腸炎、そして、まあ、今回は、非経口栄養というところで、カルテの読み方をやっていきたいと思います。まあ、今回の準備した対象の方はカルテは見てるけど実際どういうふうに使ったらいいのかなとかですね、まあ、いつもカルテは見てるしカルテの記載などもしますけどもうちょっと栄養管理に生かしたいなという方、あとはもちろん勉強が好きな方で、一応このここに書いてる以外でももちろんあの勉強会参加していただいて全くもって問題ありませんのでぜひ一緒に勉強できたと思っております。それでは、早速始めていきたいと思います。まあ、本日のポイントって書きましたけど、このカルテの読み方実践シリーズは、ずっとカルテから病気と診症を考える、そして、治療を確認する、そしてそれを実際じゃあ栄養アセスメントのポイントとしてどういうふうに見ていってアセスメントのポイントを決定していったらいいかということをずっと見てきました。このシリーズを通してこの3つは非常に重要だということで、ポイントはこの3つを特にやってきました。今回のシリーズに関しては最終的にじゃあこのカルテか読み取ったのを最終的に自分だけじゃなくて相手ですね、例えば上司先輩あるいは他部署の看護師さんや医師薬剤師等々ですね、他のスタッフに伝えるというところも含めて最終的にこんなのどうですかということで最後プレゼンの方を実例をちょっと載せているという形で進めております。ということで本日の患者さん、これはツイッターの方でも紹介してますけども書籍からそのまま症例の方は紹介をさせていただいております。今回は59歳男性の方です。で、もともと高血圧症、脂質異常症で近隣に通院をされていた方です。半月前より水溶の血便が1日10回以上続き、当院外来を受診をされております。大腸ファイバーの結果直腸 S 状結腸に潰瘍が多発しており、著名な腸管浮腫により S 状結腸より不規則の観察はできなかったということです。潰瘍性大腸炎の診断で入院、絶食、抗生剤の過量の上メラサジンが開始となったというようなカルテの記載がされていたというような患者さんです。さてこのカルテの読み方実践シリーズではずっとお伝えしてますけれども、まずはこの4つの順番に沿ってカルテをしっかりと見ていこうということですけれども、まずはどんな状態で入院してきたのか、これは手術だったり入院時の状態、こういったところをまず確認をする、そしてその上で実際に診断をされた病名あるいは診断がつかなくても疑われている病名っていうのをカルテから把握をしようというところ、そしてその後実際診断がついた後治療が始まると思いますけれども、実際の治療の有無、そしてこの治療自体が根本治療なのか対症療法なのか、そしてその治療が始まった後実際今どういう状態になっているのかというのを検査値や画像身体所見等々で見ていきましょうという、この4つの順番はどの疾患でも変わりませんし、今回このカルテの実践シリーズでいろいろ症例を見てきましたけれども、すべてこの手順に沿ってカルテを読んできたということになりますので、ぜひこの順番はしっかりと意識をしてカルテを読んでいただきたいなと思います。さてこれでいきますと、まずはどんな状態で入院してきたのかを確認をしましょうということになります。さてこれでいきますと、まずは今回入院してきた症状手相になりますけれども、半月前より水溶の血便が1日10回出てたということ、ここを持って病院の方に来たということになります。今回は半月前から水溶血便が1日10回続いているという状況で来られたという方になります。おそらくここカルテ書いてないんですけど、水溶血便が出たのは多分今回が初めての方なのかなっていう感じなので、以前からこういった症状があるっていうような感じではないのかなと思います。なので初発で来られているような方だと思います。ちょっとカルテには細かく書いてなかったのでちょっと詳細は分かりませんけど、なんとなく前後の文脈でいくと初発なのかなという感じの方でした。そんな方が来られました。で、今回タイトルの通り、疾患としては潰瘍性大腸炎なんですけど、手術や症状としては発熱、体重減少、腹痛、圧痛、あと下痢、軟便、粘血便を伴うというのが主な症状になります。で、確かに僕も潰瘍性大腸炎の患者さんでほとんど発熱してる患者さん、発熱と下血、ここが大体セットで、腹痛圧痛はあっ
ったりなかったりする感じのイメージです。で、今回の患者さんも実は腹痛や圧痛はないというような患者さんでした。なので、まあ、腹痛圧痛だけだとちょっと潰瘍性大腸炎の鑑別としてはちょっと難しいのかなと思うんですけど、粘血便と発熱、そしてこれがちょっと長く続くような場合、まあ、今回でいうと2週間ぐらい続いてますので、体重減少を伴う場合も結構多いなというような、僕も臨床でやってての経験上でも、まあこういった症状が多いなというような印象です。じゃあそこも踏まえて、じゃあちょっとゆっくり、まあ僕が経験したっていうところ、まあ急性期なので、まあ大体急性期に来る人なので、まあある程度重症な人が来るんですけど、まあそういった患者さんでこういった人が多かったなとかっていうのも、じゃあお伝えしながらちょっとゆっくりこの辺の疾患についても話しながらやりましょうか。で、潰瘍性大腸炎、よく教科書でいくと、まあ30代前後、10代から30代前後のところの年齢層が後発の年齢だって言われてますけど、まあ、確かに若い方も多いですけど、まあ、今回みたいに50代60代で初発で来る患者さんも結構いるなっていうような印象です。で、今回もまあ59歳の方で初発だろうという患者さんだったので、まあ、なんとなくやってる感じと合ってるななんて思いながらちょっと症例を見させていただきました。なので、まあ、50代で初発だと、今まで、まあ、当然食事で何かっていうことはもちろんありませんので、多分おそらくこの患者さんも、まあ、特に食事で、まあ、もともと高血圧脂質異常症があったので、そっちについては食事療法とかやってたかもしれないですけど、まあ、いわゆる潰瘍性大腸炎の食事療法っていうのはおそらくやってない患者さんだろうというような感じです。ということで、まあ、どんな状態で入院してきたかというのは、先ほど見た通り、下血を伴うような状態で病院に来たということですし、まあ、特徴的な症状、実はこの発熱も実はされているというような状況で来ています。ただし腹痛圧はなくて、発熱と下血、ここがメインの症状だったというような感じです。で、次順番 1,2,3,4 の順番でいくと2番目、診断や疑われている病名、これもこのシリーズ通してずっと言ってますけど、診断名を知りたいわけでもないですし、疑われている病名を知りたいわけじゃなくて、その診断名がついて、じゃあ今どこのステージ、まあ、病気とか侵襲、まあ、これ重症度って置き換えれますけど、病気や侵襲はどうなのっていうところが一番知りたいところになります。なので今回は下血できて発熱を伴っていて、どういった状態なのっていうところを見ていきたいということになります。潰瘍性大腸炎、まずは、よく分けられる分類としては直腸型、左側の大腸炎型、全大腸型というふうに分けられています。まあ、直腸なのでこの辺の炎症、局所的な炎症にとどまっている場合、左側大腸炎型だとこの、左上ですよね、非湾曲部って呼ばれるところを越えない、ところまで、そもそも潰瘍性大腸炎自体は、まあ、肛門からこう口の方に上がってくるような炎症の広がりを示すので、まず肛門が入って直腸までの場合、左は左側の大腸炎型は非湾曲部を越えないところ、まあ、ここまでですね、ここの曲がり角まで、あと全大腸炎型はこれ大腸がすべて炎症を起こしているというような、この3つに分けられます。まあ、細かく、左側大腸炎型とか全大腸炎型っていうよりも、まあ、直腸炎型、この後もちょっとお話しますけど、直腸炎型だと、まあ、そもそも炎症の範囲が大きくないので、まあ、重症度としてはそれほど、重症になるのが少ないかなと思うのと、まあ、僕自身急性期病院で潰瘍性大腸炎を見る場合は、まあ、直腸炎型は正直見たことが今まで経験したことはないです。なので、まあ、教科書通り左側型か、まあ、全大腸型が多いな、重症で来る人としてはやっぱり多いなっていうような印象もありますし、この後治療も見ますけど、治療も直腸炎型とそれ以外というような感じでちょっと治療も変わってきますので、まあ、細かく分類する人はもちろんないですけど、直腸炎型かそうじゃないかぐらいは ある程度カルテから把握できるんだったら把握しといた方がいいのかなというは思います。そして潰瘍性大腸炎の病気、まあ、これは皆さんよくご存知だと思います。教科書にもよく載ってますし、ここは大丈夫かなと思いますけど、一応確認です。まず活動期、活動期は、まあ、症状というかとしてはまず血便、これがやっぱり大事です。潰瘍性大腸炎の場合は血便というのは一つキーワードになっています。で、血便の訴えがある、あとは内視鏡的に血管の透視像の消失、
だったり、出血、まあ、簡単に出血、こうファイバーが当たったところからすぐ出血するとかですね、糜爛、潰瘍、これが大腸に見られる場合は活動期として、活動期の病気として定義をされています。そして寛解期については先ほど見た血便の消失をもって、まあ、寛解期と言われる場合が多いですし、まあ、内視鏡的なところでいくと活動期の所見が消失しているということで、先ほど見た上の4つの所見がなくなっている場合、寛解期だろうというふうに言われております。ただこれ実際多分入院してすぐは内視鏡で今のその大腸の状態見たりっていうので来てすぐに、まあ、この今回の患者さんもそうでしたけど、大腸ファイバーで大腸の中を観察するっていうのは入院してすぐはやると思うんですけど、この人寛解期になったかなっていうので、そのためにわざわざ内視鏡してるっていう患者さん、あんまり見たことない。まあ、結構こう続いて、血便がずっと続いて、大腸の状態どうかなっていうので内視鏡する場合はありますけど、血便がなくなった後にわざわざ内視鏡するっていう症例はあんまり見たことないので、どちらかというとやっぱり血便っていうところが一つポイントになってくるのかなと思います。なので、やっぱりこの辺の血便、まあ、実際栄養士が便見る機会って少ないので、やっぱりこの辺は看護師さん、担当の看護師さんとコミュニケーションをとって、血便の状態とかですね、回数、こういったところはやっぱり把握する必要があるかなと思います。もちろん内視鏡の所見見れればいいんですけど、さっき言った通り内視鏡そんなに頻繁に多分することもないと思うので、やっぱり血便というところが一つポイントになってくるかなと思います。そして、重症度、潰瘍性大腸炎の重症度、まあ、こういうふうに書かれておりますけど、まあ、細かく 37.5 度以上とか、頻脈で90分以上とか、まあ、そういう細かい数字は覚えなくていいかなと思います。まあ、この表をちょっとポケットにメモ代わりに忍ばせてって、実際担当するときにこれ見ながらやればいいやけで、細かい数字はそんなに重要じゃないかなと思うんですけど、まあ、一応確認をしていきたいのは、先ほど言った血便っていうところは一つポイントになるので、血便の具合で、血便って一言に言っても結構こう鮮血混じりの本当に、出血量が多くて、まあ、フレッシュな血って言ったらいいんですかね、が出てる場合と、もう本当ちびちび染み出すような感じの血便だと色も全然違ってくるので、ただ血便ありなしじゃなくて、色とかですね、こういったところは受け持ちの看護師さんとコミュニケーションを取って、確認する必要があるかなと思います。できれば栄養士も見れるんだったら見た方がいいと思いますけど、まあ、何分潰瘍性大腸炎の方、若い方とか、まあ、50代60代の方が多いので、なかなかおむつにっていう方あんまりいなくてですね、まあ、トイレに行って看護師さんがその後出た後に確認するっていうパターンが多いと思うので、そういった意味でもやっぱりちょっと直接見る機会は、潰瘍性大腸炎の患者さんに関してはなかなか栄養士だと難しいシチュエーションが多いかなと思うので、まあ、そういった意味でもやっぱり看護師さんとよくよく情報共有するべきかなと思います。あと、まあ貧血とか CRP、 この辺も見て、ここはまあ検査値で見れるので、ここは確認したらいいかなと思いますけど、まあ、一番大事なのは血便かなと思います。実際そうですね、潰瘍性大腸炎の患者さん、頻脈、発熱で、貧血はちょっとその出血の仕方によってもちょっと違うんですけど、まあ、貧血は絶対あるなっていうのと、まあ、CRP も高い方が結構多いなっていう感じですし、まあ、重症で来ると、下に書いてますけど、ここの項目3、4、発熱、重症の場合は1と2、排便回数と血便を伴うっていうのが絶対条件で、それ以外で4項目以上満たすものっていうことで、だいたいこういった症状だなっていうのは体感としてもあります。なので、まあ、この辺、特に何度も言うように、排便回数と血便、ここは必ずチェックをしてくださいということになります。ここには書いてないんですけど、急性激症型、再燃激症型っていうので、重症の中でもさらに重症、まあ、激症型と呼ばれるのもあります。まあ、ここはまたこの後ちょっと話をしますけど、激症型をやっぱり急性期なんで見ることが多いなっていう感じなので、もう来た瞬間にうわっていうか、もう絶食だっていう患者さんが多いなっていう感じ、僕が受け持った患者さんは、そういった患者さんがちょっと多いなっていう感じです。